百州武道具店の動画。ザレをちゃんとやろう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 。わー。花粉症、俺花粉症。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？うおー。からのコテメン。今日は星座からの霊、座霊やりたいと思います。その座霊をやるために、星座の仕方、座り方、立ち方、そして座霊、最後、木曽の時の手の組み方まで、この辺全部まとめてやりますね。細かいよ、今日も。まあ、立ち方、座り方、座霊の仕方、細かいルールっていっぱいあるんですよ。細かいルールいっぱいあるんだけど、すべて一つの目的のためなんです。それは、相手がいるでしょ？相手がいつ切りかかってきてもこちらもすぐ対応できるようにするための立ち方、座り方、座礼の仕方なんですよ。礼の時もそう、相手がいつ切りかかってきてもいいような礼の仕方っていうのがあるんですよ。それを考えながら今日は説明します。まずは口を閉じて顎を引いて前を見ます。口を開けっぱなしにしてるとおかしいよ。そして背中をまっすぐ伸ばしましょう。背中が丸まるととてもだらしなく見えます。両手は太ももの上です。膝が下に来たり腰に来たりしてはいけません。両膝の間隔は握り拳1つか2つです。広すぎてはおかしいです。手の指先は揃えましょう。足の指は揃えるか親指だけ重ねます。重ねすぎもいけません。正座した時には隣の人と膝頭を揃えましょう。座り方は必ず左が先、右が後になります。その理由は相手がいつ切りかかってきても左足がついていれば対応ができるからです。反対に右足を先につけてしまうと体のバランスが崩れて対応ができません。座る時でさえ相手から気を抜いてはいけないのです。やり方はまず左足を半歩下げてつま先を立てながら左膝を立てます。そして右足を半歩下げて右膝を床につけます。一度つま先立ちになる理由も切りかかってくる相手に対応するためです。そして足の甲を床につけながらかかとの上にお尻を乗せます。まずは左、次に右、一度つま先立ちになって足を揃えて足の甲をつけながらかかとにお尻を乗せます。座る時に手が床についてはかっこ悪いです。慌てて座るのもかっこ悪いです。背中が曲がった状態で座るのもやめましょう。途中でつま先立ちになるのを忘れてはいけません。これを忘れると相手が切りかかってきても対応ができません。次は立ち方です。両膝はついたまま、まずはつま先立ちになります。そして腰を上げて体をまっすぐします。右足、左足、まずはつま先立ち、腰を上げてから右足、左足で立ちます。手をついて立たないようにしましょう。これはダメ。背中が曲がったまま立つのもやめましょう。次は座礼ですが、座礼の時もまずは相手をよく見て手で三角を作ります。その三角の中に鼻を入れるイメージです。礼の時に動かす順番があります。まずは手、次に肘を曲げて、最後に顔。手、肘、顔。最初から顔を下げてしまう人、相手を見ることができず切られます。背中が曲がってしまうような礼はやめましょう。頭を下げる深さは床と平行、水平までで大丈夫です。必要以上に顔を深く丸め込む必要はありません。これも襟首が相手から見えてしまいます。両手は同時に床につけます。同時です。手の三角形を忘れて幅が広がりすぎてもいけません。手で作った三角形の中に鼻を入れてやるイメージです。礼の時にお尻が浮かないようにしましょう。お尻を浮かさない。お尻が浮いてはいけません。お尻は浮かさず背中をまっすぐ腰から曲げます。竹刀を持ったまま座るときには下げ頭の状態からいきなり座ることはありません。
座るときには必ず対等してから、上腰に対等してから左足、右足、お尻を落として竹刀を置きます。理由は全部同じです。対等していれば相手が切りかかってきても対応ができるからです。立ち上がるときも竹刀を持ってそのまま立ち上がったりはしません。立つときも一度対等してから右足、左足、そして下げ刀に下げます。木槍の時の手の形、右手が上、左手が上、手を組んでる。正しくは右手が下、左手が上になります。右手が下の理由は、右手は攻撃、陽の手と言われているからです。それに対し左手は防御、陰の手。暴れたい右手を左手で上から沈める意味があったのです。左手で右手を上から沈めます。合わせた手は前ではなく手前に引いておきます。前ではなく手前に引きましょう。いかがでした？ザレ一つ取ってみてもいろんなことがあるんですね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。